こんにちは。自営業専門の税理士川美奈美です。本日の動画は、知らなかったでは済まない、事前に対応が必須となるインボイス制度について動画で解説していきたいと思います。私はオンラインサロンの運営と、その他 SNS は TikTok、Instagram、Twitter をやってますので、そちらの方もチェックしてみてください。また自営業フリーランス向けに本も出版してますので、そちらの方も合わせてよろしくお願いします。それでは早速本日の動画行ってみましょう。はい、それでは本日の内容、インボイス制度、令和5年の10月1日からスタートする制度なんですけど、損をしないよう知っておくべき改正になってますので、しっかりと押さえていきましょう。私はフリーランス自営業向けに本を出版しています。 Amazon、 楽天ブックス、 Kindle 版もありますので、ぜひチェックの方お願いします。本の中にはインボイスについても少し触れてますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。はい、本日の内容です。皆さんね、今気になってるだろうインボイス制度についてなんですけど、後でいいやとかね、制度がスタートしてからでいいやみたいな感じで取引先から聞かれてうやむやにしてしまって、後ほどしまった、こういう制度だったんだっていう風にねなってしまいますので、事前に対応するかどうかがすごく大切な制度になってます。本日の動画、そちらの方ね、分かりやすく解説していきますので、よろしくお願いします。まずインボイス制度ってそもそもどういう制度なのかというのを解説します。そして登録の申請スケジュールを見て、自分の場合はねどうなるのか、2つのパターンに分けて解説をしていきます。まず自分が課税事業者の2パターンを紹介して、その次に自分が免税事業者の場合の2パターンを紹介していきます。そして最後、注意点まとめになります。今回の動画なんですけど、分かりやすさを優先しますので、制度改正の詳しい詳細の内容の解説や、正しい専門用語ではなく分かりやすい用語、なるべく皆さんが分かりやすい風に解説をしていきますので、そこだけはご了承ください。また皆さんが困るであろう知りたいポイントだけをね絞って抜粋して説明をしていますので、よろしくお願いします。それでは早速、インボイス制度って何だろうということなんですけど、令和5年の10月の1日から制度自体はスタートをします。このインボイス制度なんですけど、税務署に申請が必要となってきます。税務署に申請をすることで登録をして OK となり、番号が発行されます。この番号が大事ですので、番号がもらえるということは頭に置いといてください。そして登録して OK が出て、番号がもらえて初めて適格請求書というものの交付ができることになります。そしてこの適格請求書の交付ができるのは、課税事業者、要は消費税の申告をする人のみになります。この税務署に申請をして登録をすると、自動的に課税事業者、消費税の申告をする人になります。ですので免税事業者のままでいくと番号がもらえない、要は申請をして登録をしないので番号がないというふうに覚えてください。免税事業者のままだとイメージとしてはインボイス制度にも参加しないみたいなイメージでいいんじゃないかなと思います。参加できないという風な形になるかと思います。今まで解説したこの基礎を頭に置いて次のスライドいきます。はい、登録申請のスケジュールについてです。インボイス制度自体はこちらの令和5年の10月の1日、ここから適格請求書と保存方式の開始、これがインボイス制度と呼ばれるものです。ここからインボイス制度は始まりますと。そして登録の申請の手続きはすでにもうスタートしています。令和3年の10月1日からインボイス制度を税務署に申請する手続きっていうのはスタートしてます。中にはもうすでにね申請をして番号を持ってるよっていう方がいるんではないでしょうか。そしてこの10月1日のスタートに、この適格請求書に対応するためには締め切りがありまして、いつにじゃあ申請をしないといけないかと言いますと、10月の1日から登録を受けるためには原則として令和5年の3月31日までに税務署に登録申請手続きを行う必要があります。今回のこのインボイス制度、ここで一旦締め切り日がありますので、皆さん忘れのないように、漏れのないように申請する方はしてください。そしてね、こちら締め切りがありますので、ここの3月31日の付近ですね、やはりね確定申告は同じようで混雑すると思います。申請してすぐに発行番号がねその日のうちに出るっていうわけではありませんので、事務処理のね手続き期間がありますので、こちら混雑するので、なるべく早めにしておくのがおすすめだと思います。何事もねギリギリは良くないんですので、少し余裕を持って手続きをしないといけないというふうに覚えておいてください。そのためにはね、意外とね令和5年の10月まで時間あるかなと思ってる方いると思うんですけど、意外ともう時間が迫ってきてます。インボイス制度をするのかしないのか、これから動画を見てね、自分はどうしていけばいいのかっていうのをね決めていただいて、対策をして、またね申請手続きに期限がありますのでお気をつけください。それでは一体この適格請求書っていうのがどういうものかを次のスライドで解説します。
はい、こちらが適格請求書の要件になります。要は1から6番をクリアしたものがこの適格請求書、インボイス制度に対応している請求書ですよということになります。こちらに実際の請求書のサンプル例を載せておきました。1番2番3番4番5番6番いろいろとね、このね記載方法やね留意点などね、細かい点とかね、またこういうことに気をつけてくださいっていうのはあるんですけど、今回の動画ね、そこをやっているとまた長くなってしまいますので、また違う動画で紹介できたらなと思います。まず大事なの、何が違うかというと、一番大きなのがこの1番の登録番号のところですね。スライドでいくとここですね、何々商事登録番号って書いてあるんですけど、ここの番号がある、記載されているっていうのが特に重要なポイントとなります。はい、インボイス制度のポイントなんですけど、申請をして登録をしないと今言ったような適格請求書というのが交付できません。要は番号がないので適格請求書というものが交付できなくなります。そして適格請求書が交付できるのは課税事業者でないと登録は不可能です。課税事業者と免税事業者という2種類専門用語で呼ばれてるんですけど、課税事業者というのは消費税の申告をする人、免税事業者というのは消費税の申告をしない人っていう風に覚えていただければ分かりやすいかなと思います。そして今回この課税事業者なんですけど、この申請をして登録をすると自動的に課税事業者となります。ここが一つのポイントです。そしてもう一つポイントがあります。この適格請求書発行事業者以外の課税仕入れは仕入れ税額控除ができませんよっていうポイントです。このポイントによって皆さんがインボイス制度をするのかしないのか悩めることになる原因だと思います。次のスライドでこの仕入れ税額控除ができないっていうのはどういうことなのかというのも解説してきます。要は取引先も自分も税額控除をしたいっていうのがポイントになります。ここが多分皆さんが心配している、迷っている、一体どうしていくんだろうお互いっていうようなね、探り合いが発生するポイントだと思います。このポイントを押さえて仕入れ税額控除っていうのがどういうことなのかをスライドで解説します。はい、こちら消費税の納税額の計算方法を図解で紹介したものです。こちらなんですけど、今回原則方式による方法で考えます。消費税には簡易課税方式と原則方式と2種類の計算方法があるんですけど、消費税のね基礎について知っていないとこのインボイス制度っていうのはなかなか腑に落ちない、なんかいつまでやってもわからない、理解ができないというふうになりがちですので、消費税の基礎知識というものを動画で作ってありますので、ここの消費税について学んでからこのインボイス制度の動画を見ていただくと理解がかなり上がると思います。ですのでぜひね、皆さん消費税ってそもそもどうなんだろうって方はこちらの動画を見てからまた戻ってきてください。それでは原則方式の納税額の計算方法を紹介します。一般的にこの売上に対してね、消費税がついてくるプラスアルファ乗せて請求をかけると思うんですけど、要はね相手先から預かった消費税からまた自分も消費税を支払いますよね。例えば仕入れをした時、旅費交通費を使った時、外注を、ね、お願いした時の外注費などなどね、消費税が乗った請求額が来てると思います。その実際自分が支払った消費税とこの預かった消費税、売上についてる消費税、この預かった消費税から支払った消費税を差し引いた差額分を計算して国へ納付するというのが消費税の納税額計算の基本となります。でこちらね、ちょっとね預かった消費税っていう言い方がおかしいんじゃないかというね、専門的には言うんですけど、今回分かりやすさを優先するためにそのように表現をしています。そして先ほどスライドにあった仕入れ税額控除が認められないというのはどういうことかと言いますと、預かった消費税から本来でしたらこの自分が使った支払った消費税の仕入れや経費の分を差し引くことができるんですけど、仕入れ税額控除ができないということで、預かった消費税をそのまま納付する。じゃあどちらが税額少なくなりますかって言ったら、それもちろん皆さん分かるようにこちらですよね。仕入れ税額控除した方が消費税の支払う金額は少なくなります。ここがポイント肝なんですね。ちょっと具体的に数字を入れてみますと、例えば1万円預かっていると、そして実際に仕入れをした消費税の金額が6000円だとします。そうすると上の計算式に入れて計算をすると、1万円から6000円を引いた4000円を消費税として国に納めることになります。じゃあこちらの場合ですと、1万円の消費税から仕入れ税額控除ができないということで、1万円を消費税として国へ納付することになります。でね、今言ったようにシンプルにね、1つしか取引がなければ分かりやすいんですけど、そんなことは実際なくてね、いろんなところとね取引していたり経費の支払いをしてると思います。でもね、簡単に解説をするとこのようになっているというのを頭に入れると、インボイスはちょっとね分かりやすくなるかと思います。では次のスライドからはパターン別で紹介をしていきたいと思います。自分が課税事業者の場合、自分が免税事業者の場合どうなるのかっていうのを紹介していきます。
はい、まずですね、自分が課税事業者、要は消費税の申告をしているよ、消費税を支払っているよっていう方のパターンになります。自分が免税事業者だっていう方はここ少し飛ばしてね、次の免税事業者のところから見ていただいても構いません。じゃあまず一つ目のパターンです。自分も課税事業者で取引先も課税事業者、要は取引先も消費税の申告をしている場合、この場合はすごくパターン的にシンプルです。特にね、影響がないので何も考えずにもうインボイス制度の登録申請をして OK です。もうスタートしてますので、まだの方は登録申請して番号をもらうようにしましょう。で、2つ目のパターンですね。自分は課税事業者なんだけど取引先が免税事業者の場合です。取引先が免税事業者でインボイスをしませんよっていう場合、そこから仕入れるものは適格請求書がないってことになりますので、要は番号がないので、先ほど図で見たような仕入れ税額控除ができないということになります。対策としては経過措置を使うことになると思います。段階的に消費税は増加するんですけど、この経過措置を使うことでこの仕入れ税額控除が段階的にできるようになってますので、次スライドで紹介します。もしね、仕入れ先が仕入れ税額控除できないよっていう場合、この経過措置によって6年間、制度開始6年間は段階的にね、経過措置を設けていますよっていうことです。ここからスタートしますよね。令和5年の10月1日からインボイスが始まる。この3年間はたとえ免税事業者からの仕入れであっても 80% 控除が可能ですよっていうものです。そして残り、次ね、3年間終わったら次の3年間はじゃあ 50% は控除が可能ですよ。要は段階的に経過措置を備えているということです。そしてこれ以降については免税事業者からの仕入れや経費の支払いは控除が不可というふうになります。ですので、先ほどのパターンの紹介で経過措置を使うと段階的に消費税の負担は増加していくよということになります。では次、自分が免税事業者の場合のパターンを紹介します。はい、では自分が免税事業者の場合の2パターンを紹介していきます。自分が免税事業者、要は今までね、消費税の申告したこともないし、消費税の支払いもしていないっていう方の場合ですね、適格請求書も発行するために、要は課税事業者になりますよっていうパターンがあるかと思います。これが1つ目のパターンですね。そうして適格請求書ね、相手先の取引先が出してほしいということで、じゃあ課税事業者インボイス制度に参加しようという方は登録申請をすることになります。そうすると消費税の支払い義務が発生します。要は消費税の申告、確定申告をしないといけないですよというふうになりますので、消費税の支払い義務が発生することになります。ですので、もし今までね、消費税分を売上に載せていない、要は税込みの価格でね、取引をしていた方は、消費税分は売上に載せないと自分の利益、手元に残るお金が減ってしまいますので、ここはもし載せてない方は対策をしていかないといけないと思います。要はメニューや料金表の改定、まあ、取引先にね、そのようにお知らせをするなど対策が必要となります。はい、それではもう一つのパターンです。自分が免税事業者で、今回インボイス制度はせずに免税事業者を継続するパターン、このパターンがあると思います。で、免税事業者のままですので、もちろんね、適格請求書を発行することはできません。要は番号がないので適格請求書は発行できないよということになります。例えば取引先が課税事業者の場合、このようなことが考えられます。消費税分の値引き交渉をしてくることもあるということです。要はね、インボイス制度で仕入れ税額控除ができないのであれば、その分値引きをしてほしいという交渉があるかと思います。でも、そもそも消費税というのは公正取引委員会で、要は弱者を守るために、消費税の値引きや強制の指示はできない、 NG ですよっていう風になってるんですね。なので、今回このインボイス制度がスタートして、消費税の公正取引の出方次第なところもあるかと思うんですけど、基本的にそういう消費税の値引きをするとか強制をするということはできなくなっています。だけど、実際に仕入れ税額控除ができないんですよねっていうことで、もしかしたら値引きの交渉があるかもしれませんという可能性の問題です。それに応じるか応じないかはね、お互いのビジネスですので話し合いじゃないかなと思います。基本的には弱者を守るために NG になってますよっていうことだけ頭に置いといてください。そして2つ目、取引の中止や変更を求められるケースも出てくるかもしれません。要は仕事が減るという可能性もあります。インボイス制度を導入しなくて適格請求書を発行できないんだったら、じゃあそれをしている同じ業種の方にお仕事を頼むようにするっていう風になったりとか、まあ、変更をされたりする場合もあるんじゃないかと思います。それをね、相手先がね、言ってくださればまだね、こちらもね、じゃあ適格請求書発行するために登録申請できようかなと思うんですけど、何も言わなくね、黙ってね、取引をね、変えられるっていうケースもあるかと思いますので、しっかりとその取引先との話し合い、もしくはね、どういう風にすればいいですかみたいなことを確認するっていうのは大事かなっていう風に思います。こちらの1番
2番、必ず発生するわけではなくて可能性的にありますよということなので、しっかりと今からインボイス制度を理解して対策をしていくっていうことが大事なポイントになるわけです。次はね、いまいちやっぱりね、この説明聞いてもねピンとこないとかね、まだ制度始まってないし大丈夫だろうって方の向けにちょっとね図解にして紹介をしていきます。はい、いまいちねピンとこない方、ここにお店があります。こちらが自分のお店、ここが自分の立ち位置だと思ってください。こちらが取引先、要は売上ですね。ここの入ってくる売上の取引先だと思ってください。まあね、皆さんいろんなところと取引してると思うんですよ。こちらでね、一般のお客さんにねサービスを売っているっていうパターンもあるかと思います。その場合、この方は適格請求書別にいりませんよっていうふうに言うかもしれません。で、うちはちょっと別にどちらでもいいですっていうお店もあるかもしれません。ここのね中小企業との取引あるけど、まあ段階措置あるしいいかなっていう風に言ってくださるかもしれません。でも例えばこちら一つだけ大きな企業と取引があった場合に、この企業は仕入れ税額控除のインボイス制度の適格請求書が欲しいと言ったとします。それがないともう取引できませんよとか、もしくはね、そういう前提でうちはみんな取引先にお願いをしてるんですっていう風になっていた場合、ここの企業が導入するために、じゃあ番号が必要になると言って、自分が番号欲しい、適格請求書しようと思うと、最初の説明があったように自分は課税事業者になって、要は消費税の確定申告が必要となり、消費税を国に納めることになります。でね、大体皆さんこういう大きい企業からの売上取引の金額が大きい場合、もしくはね自分のお店のビジネスの売上の占めるパーセンテージが大きいケースが多いと思うんですよ。なのでね、やはりどうしてもそのインボイス制度登録をしないといけない風になるケースもあるかと思います。ですので、自分のこの取引先が一体どういうところがあって、どういう風にしてほしいのか、またねこちらからお知らせが来るって場合もありますけど、ちょっとこの辺の確認作業が必要になってきます。では例えば、じゃあここのね取引先がインボイス制度を導入してほしい、まあどっちにしてもうちもやはりインボイス制度した方がいいんじゃないかということでね、まあ登録するっていう風になったとします。そうすると今度は自分のこちら仕入れ先の方が気になってくるはずです。自分がインボイスの制度に参加して登録申請するので、じゃあこちらからの仕入れ税額控除を自分もしたいっていう風に考えるんですね。そうなると、じゃあどうですか、やりますかやらないですかっていう仕入れ先、要は取引があるところですね、仕入れや経費の支払いをしているところがインボイス制度を導入するのかしないのか、課税事業者なのか免税事業者のままでいくのかっていうのを確認するという作業が発生してきます。これがね、取引先も一社で仕入れ先も一社でっていうようなシンプルなビジネスだったら確認がすぐ終わるんですけど、そんなわけないですよね。取引先もいくつかありますし、こちらの取引先もいくつかあるはずです。皆さんいろんなとこから商品を仕入れたり経費を払ったり、また取引先があるはずです。というわけで、こちらのじゃあどこがインボイス制度するしないのか、そして登録番号は何番なのかっていうのを、こっちの取引先も確認も必要ですし、こっちの取引先との確認も必要になるというケースが出てきます。そうなると時間が意外とあるようでないんです。この作業の確認をするだけでも結構時間がかかります。で、どうしてこの登録番号を把握する必要があるのかと言いますと、この登録番号を検索すると、そこがきちんと登録申請しているのかっていうのを調べることができるホームページができています。もうすでにあるんですね。で、そこに番号で検索をすると、このお店はきちんと登録されてますよ、この企業はきちんと登録をしていますよっていうのを調べることができます。要は番号の不正発行を防ぐためですね。皆さんね、嘘ついてねインボイスしてますよっていう風に不正を防ぐために、ホームページで番号検索をすると出てくるようになっています。今までね解説したように、じゃあインボイス制度しますよって言って登録申請するにも少し時間がかかりますし、こちらのねことをね、要は調べる時間、自分のね取引先が一体どうなのかっていうのを把握する時間もあります。ですので、制度が始まってから調べたりとか返事をしていたりしては遅いということです。なので、事前にしっかりとインボイス制度は理解をして、自分はどう動くのか、どういう風にしていけばいいのかっていうのを考えないといけない制度になります。皆さんが巻き込まれる制度改正ですので、しっかりと押さえておきましょう。はい、まとめです。インボイス制度は令和5年の10月1日からスタートします。申請の登録自体はスタートしていて、令和3年の10月1日からスタートしています。課税事業者の方はね、自分がもう消費税の申告しているよって方は早めにね申請登録していけばいいと思います。もうね申請登録してるって方は大丈夫だと思います。そしてね、やはり問題考えないといけないのは免税事業者の方々だと思います。どうしていくのかね、締め切りは令和5年の3月31日までにねしないと、この10月1日スタートにも
間に合わなくなりますので、この締め切りまでに対応を必ず考えておくってことが一つ目のポイント。そしてね、よくわからなかった、知らなかったでは済まない、知らないうちにね巻き込まれているってことになりますので、インボイス制度しっかりと押さえて対策をしていきましょう。私はオンラインサロンを運営しています。オンライン上で税理士に質問や相談ができるっていうのが一つ目のメリットになります。オンライン上に税理士を雇うような感覚です。二つ目のメリットは定期的にサロンズームを開催しています。これはね、メンバー同士いろんなビジネスしてる方がいらっしゃりますので、その情報交換ができるっていう点と、私に直接ズーム上で質問や相談ができるっていうことで好評です。そして三つ目のメリットは税理士の裏側を公開しています。ビジネスどうやってやってるのかとか、また SNS で集客ってどうやってるの、TikTok や YouTube の裏側、経理や税金情報などなど、オンラインサロンのみだけに投げている情報がたくさんあります。オンラインサロンは月額制の Facebook の非公開グループで運営しています。気になる方は概要欄の URL から飛べるようになってますので、ぜひチェックしてみてください。はい、このように自営業をフリーランスに役立つ情報を投稿していってます。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。いいねやコメント、高評価ボタンしてくださると励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。また他 SNS は Instagram が 1.4万人、TikTok はフォロワーが6万人になってますので、気になる方は URL から飛べるようになってますので、他の SNS も覗いてみてください。はい、本日の動画も以上になります。最後までいつも見てくださっている方ありがとうございます。インボイス制度知らなかったでは本当にすみませんので、事前にいかに対策をしておくのかっていうのが自分を守ることになります。ぜひね、しっかりと学んで、分からなかった方はもう一回見たり、過去にもねインボイス制度の動画出してますので、そちらの方もね合わせてみると少し解説の仕方が違ったりしますので、そのあたりも押さえていただけるかと思います。また消費税の基礎動画も見ることをお勧めします。消費税のね基礎が分かっていないと、なかなかインボイス制度理解できませんので、合わせて動画の方チェックしてみてください。はい、それでは本日も以上となります。またの動画でお会いしましょう。税理士川南でした。それではまた。